はい。今回は、福祉蒼汰が消えた理由、あるいはですね、えー、多くの人が、まあ、気になるような内容、情報について調べてお伝えしていこうと思います。えー、今回もよろしくお願いします。 こう福祉蒼っていうまあ有名なあ、まあ、芸能人の方がですね消えたとか、あるいは干されたとか、まあ、最近見かけないとか、まあ、そういったことがよく言われると、でまあ、その後の現在どうなっているのかっていうこともそうですし、多くの人がですねこの福祉蒼っていう人に関して、まあ、気になるまあ情報、いろいろ調べるような情報を ということをですね、まあ、ちょっと僕なりに考えて整理してみたのでそちらについてお伝えしていこうと思いますまずですね福士蒼太本人に関する気になる情報っていうものをいくつか調べてみてそちらをお伝えします。その後にですね まあ、消えたとか、干されたとか、最近見かけないとか、そういうことを言われるんで、それは何でなのかなっていうこととか、えー、その後の現在はどうされてるのかなっていう、まあ、そういったことを今回お伝えしていこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、福士聡太本人に関する、えー、話なんで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、ちょっと順番に行きますが。 福祉相太の本名は何ていうのかとかね、えー、あと福祉相太の現在の年齢は何世なのかとか、えー、福祉相太の身長があ何センチなのかとか、まあ、そういったことを調べる人が、えー、いらっしゃるということが、あまあ、僕もいろいろ調べてて思ったので、そちらから調べてみました。まず、福祉相太の本名ということなんですが、えー、この福祉相太というのが本名ではないんですね。ちょっと似てるんですけれども、 福祉翔太っていうのがあ本名なんですね。翔太っていうのは、あの翔っていうのはちょっとなんかうまく言えないんですけど、すいません。えーななな、なんていうのかな。あのー は羽の葉っていうののね左になんかちょっと難しい字を書くで「た」は太いっていう字なんですけどだから福士蒼太の本名は福士翔太っていうことですちょっとちょっと似てるし苗字は同じなんですけど名前が下の名前が違うっていう下の名前がねあの芸名で蒼太っていうことで活動してますっていうそういったことです続いてですね、えー、年齢ですねあの有名人の年齢とか有名人の身長っていうものを気にする方がいらっしゃるんですが 1993年5月30日が誕生日、生年月日が分かっておりますので、福士颯太、現在の年齢が30歳と、えー、いうことが分かります。さらに、えー、身長ですが、183センチということが分かっています。あのまあ、こういう有名人の方は、身長がどれぐらいなのかなということもよく調べる人がいるみたいなので、183センチということでね、まあ、あの大きいですねっていう、まあ、そういったことだと思います。続いてなんですが 福士蒼太の本人に関してなんですが、福士蒼太の学歴について、あるいはですねこのこの人、大学行ってんのかとか、そういうことも調べる人がいるんですよ。でそちらっていうのも調べてみるとわかることなんですが、福士蒼太の学歴っていうまあ、も,ものは、ですねまあ、言うなればまあ高校卒業、高卒ってことなんですよ。でなんでかっていうと、高卒でその後、あの芸能界に進んでいるからということです。で え高校も調べてみたら分か,分か,る分かったんですがあの東、東京の目黒高校ってところにあの、まあ、通っていたみたいなんですね。で、高校のえ東京の目黒高校に通っており、えー、大学には通っていない。えー、高校卒業してすぐ福祉相談っていうのは芸能界に入ったからっていうことです。だから学歴っていうことで言えば高卒っていうことです。で、大学へは行っていないと。まあ、こういったことです。まあ、ここら辺をね、えー、結構調べる方い,い,らんいらっしゃるんじゃないかなと思いました。で、続いてなんですが、 あの消えた理由とか干された理由とかに少し関係あるかなっていうことと、えー、ちょっと別でもまあ気になるかなっていうこととお、まあまあ、その検索の,その趣旨っていうことを考えていくんですが。 福祉蒼太が結婚してるっていう噂があるんですね、これ嘘ですけど、で、えー、福祉蒼太の現在の彼女っていう、まあこういったことも関心が高いんですよ。で僕あのお伝えしましたが、<coughs> 福祉蒼太が結婚してるとかっていう、そういう検索があるんですが、う嘘ですね、2022年の段階で独身ということが分かってるんで、結婚してないじゃないですか、独身なんですよ。全くのガセネタっていうことですね。で 福祉相談の現在の彼女っていうようなこと、まあ、彼女なんですが、福祉談っていうのは、今まで数々の熱愛の噂が出たことがあるので、えーまあ、こういったことも気になるあ方がいらっしゃるのかもしれないし、今回、この,あの複数人の女性の熱愛については触れませんが、まあ、調べてみたら、福祉談っていうのは、現在、彼女がいないっていうことが分かっているんですね、現在、彼女がいないし、えー、結婚もしてないんで、独身ということですね、ここらへんも、えー、結構、人々があ関心を持たれる、まあ、内容かなと思いまして、お伝えしてみました。 でここまでが本人のことです。福祉相査本人の、えーまあ、内容であって、ここからですね、福祉相査が消えたとか、えー、干されたとか、最近見ないとか、まあ、そういったことについて、えー、考えていきます。これっていうのも、まあ、どういった経緯を経てっていうのがわからないところもあるんですが、おそらくこういった経緯を経て、えー、少なくとも、ねえー、あんまり出てこなくなったとか、そういうことが考えられるっていうことなんですね。いくつかあの候補があるので、そちらの候補、まあ、そんないくつもないんですけども、3つ、4つぐらい。 えー、こうなんじゃないかということをお伝えしていこうと思います。まず福士蒼汰がですね、えー、女優の、えー、山崎ヒロっていう、えー、方ですかね、こちらの方に言った発言内容っていうまあことがあ注目されてるんですが、共、えー、演の際にですね、えー、福士蒼汰がこの山崎ヒロっていう方に、えー、まあ言ったあ言葉がありまして、ストレッチしながら立ってたらさ。 あのなんかキモいよって言われたっていうことなんですよ、この山崎ひろなっていう女優の方が。で、えー、この山崎ひろなっていう女優の方が、福祉相談に、えー、それ言ったことを覚えてますかとかって、えー、言って、えー、そういうこと言われてわ、私はショックだったんで、なんでキモいのかって言って、謝ってくださいっていう、まあ、公開謝罪を要求したっていうことが、まあ、分かってるんですよ。で、あとあの、同時に、あと漫画を返してくださいとかって、えー、言ったんで、 うん、このね共演、えー、した女優の方にね、えー、このストレッチしてるのにキモいっていうのもおかしいじゃないですかよく分かりませんけどな,なんだかわか,からないけどなんでこういうこと言うのかっていうのもわからないしでこの、ね、女優の方から <laughs> 謝ってくださいって言われること自体もまあおかしいしこういうこと言ってるからこうなってると思うんですけどでさらにあの漫画を返してくださいってね、えー、漫画借りたらあの返しなさいよっていう普通に話だと思うんですけど、まあ、こういったことが言われてる。だからつまりこれっていうのは、あのは、ー、あ 俳優としてのイメージが下がるわけですよ、福士相太のね、うん。で、実際こういうことを、えー、言って謝ったっていうようなことも言われてるんで、まあ、こういったことがあのー、まあ、芸能界のことで知られると、キャスティングを外されるとか、そういったこと、つまり干される、そういったことにつながっていく可能性がある、全然あると思います。で、続いて。えー <laughs> あの福士蒼汰がですね、えーまあ、な何だろう、ドラマに出演しなくなったあとか、テレビで、えーまあんま見かけなくなったあとかっていう、まあ、その、えー、大きな理由ということで、福士蒼汰っていうのは役者なわけじゃないですか、で実際、これ、言われてるんですけど、演技が下手だっていうことが言われてるんですよ。 で僕はそんなに分からないそんなに見たことがないんで、まあ、なんとなくぐらいしか分からないんですけど、視聴者の間から、福祉蒼汰って演技が下手だとかね、うんあの、同じような、似たような役をばかりやって見飽きるとか、そういった声も出てるんですよ。であの俳優とか役者っていうのは、当然あの、ねえー、視聴者、ファンの方に支持していただくんで、そういった支持を得られないっていうのも、これも、あのー、最近見かけない、そういったものに関係してくるんじゃないか、可能性があります。あとは、あまあ、よく言われる話なんですが、 まあ福士蒼太とかあ山崎賢人とか、キャラがかぶるとであの、このキャラがかぶると、ねえー、仕事を振り分けるのが何人もの人になるんで、そういったところから、うん、あの出る回数が減った、まあ、つまり消えた、干されたということなんじゃないかど仕事を振り分けるんで、えー、そのことが考えられる。あとですね、先ほど言いましたけど、福士蒼太っていうのは、まあ、あの俳優、芸能人なんで、 やっぱファンあってこその芸能人なんですけど、そのファンがあの離れていったと、特に女性ファンね、女性ファンが離れていったっていう、この内容がえ分かっておりまして、こういったことが分かってるんですよ。この真偽っていうのがちょっと分からないんですけど、僕に関し僕は調べても、実はね、これは嘘なんじゃないかって話もあるんですが、嘘であろうが本当であろうが、こういったまあ熱愛報道の噂があの出ることによって、えー、女性がショックを受けると、応援している女性が、そういった話をね、お伝えしていきます。ここにも出てくるんですけど、 先ほどの最初の身長の話がね身長1 8 3センチの福士蒼太が1 5 3センチの美里をぎゅっと,と、えーまあ、密着している写真が週刊誌にあの掲載されたとで、えー、このファンの女性の人たちはこういったものを見るとどう思うのかっていうとあの福士蒼太のことが好きだから応援したいけど、うんねえー、応援したいだけに、えー、こういったものを こういった週刊誌の情報を見るとつらいとか、えー、ショックを受けると、うん、そういったことから福祉ロスっていう言葉が出たんですねな、うん何とかロスってあるじゃないですかでその福祉ロスっていう言葉が出たとつまりファン離れをしてしまったっていうことなんですねでこのミサトとの、えー、熱愛っていうのは本当かどうかわからないところがあるっていうことなんですがさっきお伝えしましたが本当かどうかっていうことではなくこういったもの,ものが出ることによってあのファンが離れていくっていうそういった話だと思うんですよで芸能人俳優ですからあのファンが離れる、えー ファンに支持してもらえなくなくるいこういった状況に陥って、えー、最近あんま見かけなくなった、えーまあ、消えた、あまあ、消えてはいないんですけど完全に、ね、見,見かけなくなったんじゃないかとそういったことが考えられます。で、えー、ここからなんですが、えーまあ、消えたとか干されたとかって言われているその後の現在ですね、福祉相査のその後の現在はどうしているのかということなんですが。 はっきりとあの今現在ではなく少し前の近況なんですが、えー、まあ、そ先ほどの干された消えたっていうこともあるのかもしれないんですが、まあ、映画には出演してるっていうことは分かってるんですよだからテレビのドラマとかにあんま出てこないんですが映画の場で、えー、映画で活躍してると活動の場所を映画に移して変えて、えー、頑張ってるんじゃないかとも考えられるっていうことですだから完全には消えてないし干されてもいないんですがテレビとかドラマには出てこずあの映画とかそちらの方面で福祉相談っていうのは頑張ん 頑張っていらっしゃる 現在ね。ということが言われています。まあ、これからもね、福祉相談が活躍できることを、まあ、願います。ということで、えー、今回はこの福祉相談が消えた理由とか、干された理由、最近見かけないな、って、そういったことであったり、まあ、現在どうしてるのかっていうことであったり、最初の方にお伝えした本人に関する気になる情報っていうことで、えー、いくつも調べる方がいらっしゃると思うので、何かしら一つでもお役に立っていただけることがあ,あれば何よりです。ということで、えー、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。 失礼いたします。